はい、ということで皆さんおはようございます。バッパー翔太でございます。今日の朝食のメニューはバナナスムージーに上にシナモンが乗ってます。お疲れです。初めてシナモン、おいしい、めちゃくちゃおいしい、シナモンおいしい。マイコーヒー、最近一気に気温が冷えてきております。ちょっと前は前の動画であったように3度とかだったり、昨日の夜もヒーターなしではちょっと寝れなくなるぐらい寒くなってます。で、今日なんですけど青森県終わりです。終わりました。はい、ということで1ヶ月青森県に滞在しました。めちゃくちゃ良かった。うん、楽しかった、めっちゃ楽しかった。はい、すごい1ヶ月、1ヶ月かかりました。で、まあ僕ら初めの予定は2週間と思ってたんですけど、やっぱりなんやかんやしていつも1ヶ月かかってしまう。編集とかリサーチとか全部行きたい。そうですね、あんまりもうちょっと 見たい、見てない、はい、だからもうちょっと旅しました。たくさん他にもあの動画撮ってるんで、まあ、バッパライフの方で動画も上げたりしてるんで、もしよかったら皆さんバッパライフの方も見てください。ということで今日なんですけど、秋田一発目ということで、まあ聞いた話によると秋田県にはジャグジーみたいに吹き出てる温泉があるっていうことを聞いたんで、ちょっとそこ行ってみたいなと思います。まあ青森県では温泉の比較2回ぐらいしたんですけど、結局両方とも入られへんかった。はい、そうですね、通行止めやってロードがクローズとか、あと橋がなかったりとか。はい、覚えてる。なんで今回秋田県もね、温泉の、県ということで一発目温泉、ジャグジー温泉に行きたいなと思います。You have to charge up your energy. Charge up, okay. Banana paradise. Banana paradise. はい、ということで現在やってきたのは秋田県小坂市。はい。秋田県といえば何を思い浮かべますか、ルスさん。秋田犬。秋田ドッグ。秋田ドッグ。正直翔太とルスさん秋田3回ぐらいパスしてます。はい。北海道から一番初め宮崎行った時もやし、兵庫から青森まで行った時2回か、はい、3回目や今回青森。でも一番なんち見たいものをなんちでスノーモンスター。でもスノーモンスター今ありません。あ、冬だけ。はいはいはい。で秋田は食べ物も結構有名です。米も有名やし、餅とかも多分有名やで、米めちゃめちゃ有名ですよ、ルースさん。あ、いえ、餅多分ルース大好物、いっぱい食べれるかもしれない。バター餅あります。バター餅、はい、食べてみたい。 そう、今なんですけど地図的にはこっちなんですけど、皆さん前見てください。これまたガタガタロードなんでちょっと行けるかどうかわからない。でもあと2キロなんで、どうやろう。でこの近くにもう一個なんか温泉みたいなのもある。駐車場あるんで、そっち駐車場止めてみる、もしかしたら。okay、 ガタガタ行くより。はい、ちょっとまずそっち行ってみます。あの辺に温泉あるんやけど、ちょっとここ駐車場って一応書いてあるんですけど、ちょっとロワダ止めて行ってみる、どんな感じか。 OK。 そう、皆さん見えるでしょうか、今ちょっとついたのがこれ GPS で、ここから道がないんですけど、ここにパーキングって書いてあります。で、まあここが本物の目的地じゃないんですけど、この辺結構ね、いろんなところになんか野湯っぽい温泉みたいなのがあるんで、とりあえずこいつちょっと攻めてみたいなと思います。Google マップでは向こうの方に温泉があって駐車場もあります。でも駐車場はもうここから入れないんで、まあ、ここに止めてもまあ OK なんかなって感じです。まあ行ってみますか。こんなとこに温泉ある、ほんまに。はい、ということで皆さん今こんな感じで一
来たんですけど、多分ね、これがね、温泉だと思います。ビニールハウス。はい。わからんけど。ほんまかいな。ほんまかいな。わからない。ちょっと入りましょうか。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、多分温泉です、これ。ビニールハウスの温泉ということで。やばい。まあ、僕らが目指しているところではないんですけど、ちょっと入ってみましょうか。うわ、すげえ。マジのビニールハウスです。皆さん見てください。はい。で、こんな感じで、こっちは男湯って書いてあります。そうですか。で、こっちは女湯、ガールズと、フィメール、セパレーティー。あ、そうですか。はい。珍しい。珍しいですよ。この2人の温泉みんな一緒。一緒やけど。中入ってみます。わーお、めっちゃプロパーです。しかもこれフリーで行ける。皆さん見てください。人いる？入る？いや、人いません。すげえ。はい。やばい。で、温泉の中はこんな感じです。いや、うん。That's so good! いいですね。すげえ。はい。で、こっち側には農家の温泉、こんな感じであります。あの、着替えるとこ。おぉ。皆さん、だいたい40度ぐらいかね、全然暑くない感じです。42度適温です。で、匂いはなんかアルカリっぽい匂い。そうですか。うん。うわー、これは最高やわ。あんまりこれ慣らしたい。オッケー、ルスター、エンジョイ。ルース場どうですか？温泉最高です。最高。はい。アウトオブ10。10点中9点です。10点中9点、ハイポイント。温度完璧。はい。プライベート、はい、完璧。奥の人と奥の人、近くでも違う。はい。でも、エッチポイントと景色ちょっと見たい。ああ、なるほど。ちょっとあります。でも、はい、もっと景色見たい。なるほど。もし景色やったら10点。おお、That's good! Yeah! Enjoy! あー、皆さん最高です。まさかこの温泉が無料って。町の皆さん、ありがとうございます。めちゃめちゃ手入れしてくれてると思います。だから、めちゃめちゃ綺麗です。はい、中も。そうですね。はい、ということで、一発目の温泉、最高。自分の方に取った。で、これドネーションがあるんで、ドネーションもしました。はい。はい。オッケー、ありがとう。ありがとう。最高でした。さあ、ということで、次はジャグジー温泉、行きます。オッケー。はい、ということで、地元の方に聞いたら、ここが駐車場ということで、ここにも車止めることができます。はい、ということで今からなんですけど、次の温泉、ジャグジーのね、温泉に行くということで、まあこんな道がずっと続くんで、ちょっとサニー正直怖いです。まっすぐ行って帰れんかったら怖いんで、まあそんなに近遠くはないと思います。 So we are here なんで29分歩いて行って、こっからまた道がないんで、またジャングルロードかもしれないです。わからないですけど、ここの温泉まで行きたいなと思います。29分ウォークです。 OK? オーマイゴーズ。大丈夫、苦しそう。暗くしました。大丈夫です。まあゆっくり歩いてエンジョイしながら行きますか。もうびっくりした。ルースの心臓止まりそうやったな。はいはいはい、はい、まあ行きますか。さて皆さん、こんな感じでランドスライディングの跡があります。はい、まあ、ランドスライディングの跡なんですけど、結構ここ足跡とか残ってるんで、みんなこの辺通って行ってる感じです。ちょっと行ってみます。はい、こんな感じで結構ピンクの肌とかもあるんで、あ、ここ普通道やったんや。 Look! This is used to be normal road! ランドスライディング、はい、ドライビングできてたんや。見てください。はい、こっち側見てください。こんな感じでピンクのラインとかもいっぱいあります。
みんなここのランドスライディングの部分だけ今多分歩いてると思います。なんか鳴き声するな。 What sound is that? カモシカ。え？カモシカ。カモシカなんていうん、シカとなんていうん、ワイルドピックの間みたいなやつ。あ、見ました。ほんまに？はい、ほんまに？青森県の大間、はい、大間町の中見ました。カモシカ？2匹。2匹？はい、夜の時。どうせラッキーやで、それ。ほんまに？でも、はい、見ました。でも、ちょっとわからなかった。ほんまに？この時。それから、後でショータ教えました。うん、めっちゃおかしい顔やろ。私ラッキー、エレモって猫も見ました。はい、ラッキーです。私ラッキー。うん、ヨゲルーさん、インスタ360ガリー、はい？はい、ということで皆さん、ここにですね、ビートフォー川が流れております。で、反対側に温泉発見しました。今ちょっとね、人がおるんで、さすがに人がおるとこが取れないんで、ちょっと人がのいてから皆さんに、ね、ちょっとシェアしたいなと思います。まあ今で 1,2,3,4 人います。結構ポピュラー、今日サタデー土曜日なんで、まあ、男の人も女の人もいます。はい、ということで皆さんがどいてから皆さんちょっとシェアしたいなと思うので、もうちょっと待っててください。そう、皆さん、まずなんですけど、ここです。今ちょっとジャグジー温泉みんな入ってらっしゃるんで、あくまでの間その流れ水がここに来てます。こんな感じです。あ、ここは結構ぬるい感じです。42度ぐらい。 あ、でも気持ちいいです。うわ、はあ、最高や。おー、暑い。How the temperature like? うん、完璧。41度ぐらい。ほんまに？温泉の水どんな匂い？あ、卵の匂い。はい、うん、一番初めなんとちょっと違う感じ。どうも。メトル。ああ、はいはい。違う人、クマ見ました。はい、この辺。この辺クマいるらしいです。やばい。なんかクマの匂いってあるらしいです。なんかうんこみたいな、プーの匂い。はい、that's the smell。多分、結構匂いあったよな。うん。獣臭みたいなのあるんちゃう？ああ、この大自然の中でこんな綺麗、温泉入れて最高やな。早速入りたいな。おお、結構深い。おっ、暑いですか？めっちゃ暑い。どうですか？おお、結構暑い。あ、わかんない。ジャグジーやばい。おーい、どう？わー、ジャグジーやばい。ぬくい。これナチュラルですよ。ナチュラルジャグジーやばい。はい。で、聞いた話によると、これ工事中、コンストラクションの時にたまたま掘ってたら見つかったみたいな話聞きました。やば。この温度完璧。44度らしい。あ、そうですか。44。結構暑い。暑い。はい。後で川。川行く？入りましょう。ちょっと今日はスペシャルなものを持ってきております。ねえ。皆さん、これがね、めちゃめちゃしたかったです。ジョッパリ。前にね。Sorry, I'm getting burned. ちょっと熱すぎ。ルース44度無理。ルースさん、40度が1万円。お疲れ様です。ルースさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はもうここで温泉パラダイスで車中泊も、あそこのパーキングで。どうも。はい、いいですね。お、
無理。How can you sit in here? 44°C. Oh, my leg is burning with pain. ほんまに? I feel like I'm in like a boiling pot of water. Octopus, boiling octopus. Yeah, boiling water. やばい。やばい。Oh, I feel so good. これこそ極楽です。You know, 極楽 is heaven. あ、そうですか。Heaven じゃない。I feel so good. 熱いんで、リバージャンピング、水風呂。温泉最高や、ドナイルース。めっちゃリラックスします。やばいで、ジャグジー温泉、皆さん。で、今回なんですけど、今日の昼ご飯は何でしょうか。おー、ストーブ。温泉といえば、名前は忘れない、ちょっと、なんて。キニトンポ。おお、秋田名物のきりたんぽ、はい、これを鍋にしたいなと思います。あー温泉最高やな、これ。温泉入って水風呂入って温泉入って水風呂入って飯食べてみたいな。多分こう1日イージリットステイ。どうも、皆さんぜひここ1日時間作って来てください。ご飯も持って、ブルーシートも必要。はい、ほんま向こうで僕らも食べたかったんですけど、向こう結構なんかすごいマディみたいな土みたいな感じなんで、はい、座ったらべちゃべちゃになるから今回こっちにしたんですけど、最高や。タンポ入っと、揚げしか入ってへんやん、揚げしか揚げタンポ、揚げタンポやん。おー、はいやー、もう揚げめっちゃ早い、ドローン。私は抜け減った。お前も抜けました。キリタンポめっちゃ柔らかい。キリタンポです。ちょっとキリタンポ、ショータ初めて。ほんまに？いただきます。お、柔らかい、もち。もちみたいにべちゃべちゃじゃないね。どう？ライスっぽいんやけど、はい、ライス。テクスチャーちょっと like it's like mochi but it's like that dessert the rice。おはぎ、おはぎみたいな感じか。おはぎ。クマ、はい。どうですか？あこ。クマ。あっつ。ちょっと昼ご飯食べたい。揚げバリ熱い。揚げめっちゃ美味しい。揚げ死ぬじゃないな。美味しい。味噌正解な。ぶっちょいし味噌。キリタンポ、もうちょっと味ない？ノーテイスト。どうも。もうちょっと味が。長くて食べます。頑張れ。もっともっともっと長くかな。多分大抵の人多分、スクラ。うん。いいですよ。お。なんか音してない今。Something there。いや、もうクマ。怖い。Answer。わからん。多分大丈夫。ください。めっちゃたっぷりおなら。I can't close my eyes anymore. Too relaxed. Brushing out.
はい、ということで皆さん、今回なんですけど秋田県の秘湯に来てみました。もうほんまにおすすめです。ルースさん、10点中何点ですか？100点、もちろん100点。大好き、この温泉大好き。やばいです。何にもないんですけど、それがいいんですよ。まあ、朝の9時から来て、もう夕方の4時なんですけど、大概長入りしてしまいました。予定は見て、もう気持ちよすぎました。ということで、はい、秋田からです。これから秋田皆さんシェアするんで、楽しみにしとってください。アディオース。